第3代ロンドンデリー公爵チャールズ・ウィリアム・ベーンは、アイルランド出身のイギリスの軍人、政治家、貴族。初代ロンドンデリー公爵ロバート・スチュアートと、その2番目の妻で、初代キャムデン伯爵、チャールズ・プラットの娘であるフランセスとの間の、一人息子。カースル霊教の異母帝、ウィンストン・チャーチルの祖,祖父にあたる。ダブリンに、チャールズ・ウィリアム・スチュアートとして生まれ。 イートン校で学び、16歳の時、イギリス軍に中尉として入隊した。スチュアートは1794年にフランドルでの戦役に従軍し、1798年のアイルランド反乱の鎮圧で軍港を認められて、第五アイルランド流騎兵連隊所属の中佐に昇進した。2年後の1800年、スチュアートはキルケニー県のトーマスタウン選挙区で、 トーリー党から立候補してアイルランド議会庶民院の議員に当選したが、スチュアートの議席の選挙区はその後2ヶ月でロンドンデリー県選挙区に変更された。彼は合同法が発行する1801年まで同議席を保持し、1801年から1814年まではロンドンデリー選挙区選出の連合王国庶民院議員となった。1803年、スチュアートは 国王ジョージ三世の副官となり、4年後の1807年には、戦争及び植民地担当副大臣に任命された。彼は1808年から1809年にかけてのコルーニャ戦役では、騎兵大隊を指揮し、騎兵隊同士の衝突したベナベンテの戦いでは、目覚ましい働きをした。1809年4月、スチュアートは、 アーサー・ウェルズリー中将の高級副官となって、半島戦争に従軍し、部作の戦い及びタラベラーの戦いで部名を高めた。彼は1810年に、イギリス議会から干渉を送られ、1813年11月20日に、第25系竜騎兵連隊の司令官に昇進、また同年バス君尺主となった。ナポレオン戦争の終盤に、スチュアートは、 ベルリン駐在の特命全権行使となり、また大同盟諸国の軍事委員会の委員をも兼ね、クルムの戦いでは負傷している。スチュアートは諸外国から多くの英典、勲章を受けたほか、1814年にはアイルランドのドニンゴール県、スチュアーツコート及びバリローに由来する連合王国貴族、スチュアート男爵に助せられた。同じ年に、 オックスフォード大学とケンブリッジ大学から名誉学位を受け、数密院議員に加えられ、国王ジョージ三世の自重長となった。また同じ1814年にオーストリア大使に任命されて、同職を9年間務め、兄カーアスルレイ教と共に、イギリス特命全権講師の一人として、ウィーン会議に出席している。会議開催中のスチュアートの不作法な振る舞いは、 ウィーンの人々の注目の的であった。彼は大酒のみで、娼婦のもとに通い詰め、公衆の面前で若い女性の体を触ったり、果ては通りの真ん中でウィーンの漁舎を相手に決闘を始める始末だった。スチュアートは1816年にロイヤルゲルフ勲章を授与され、1820年2月3日に第10竜気兵連隊の司令官になった。 スチュアートは1822年にイボアに関スル霊教の死によって第三代ロンドンデリー公爵を就職した。翌1823年に彼はダーラム州シーハムに由来するベーン白爵及びシーハム爵に除せられたが、これは二番目の妻フランセスが第二代順段爵サーヘンリー・ベーン・テンペストの女子相続人であることに依拠した助爵であった。1819年に フランセスと結婚した後、スチュアートは王の認可を得て、姓をベーンに変更し、タン工業で栄えるダーラム州、シーハム、ホールの領地をはじめとする莫大な財産を持つ妻の財産を自分のものにした。ベーンはまた近郊の港湾都市、サンダーランドに対抗して、シーハムの町に港湾を建設した。さらにベーンは妻の財産を使って、 ロンドンデリー公爵家の本邸であるアイルランドのマウント・スチュアートを改装し、ロンドンのパークレーンにある大邸宅ホールダーネス・ハウスを買い取り、ここをロンドンデリーハウスと名付けた。ロンドンデリー公爵は1823年からロンドンデリー県知事を務め、1842年にダーラム州知事となり、翌1843年には第二このエレン隊の司令官に就任した。 1853年にはガーター勲章を授けられ、その翌年にロンドンデリーハウスで亡くなった。ダウン県ニュータウナーズにあるスクラボタワーはロンドンデリー公爵を検証するため1857年に建てられた。ロンドンデリー公爵位は最初の妻との間に生まれた長男に引き継がれたが、ベンハク位は2番目の妻との間に生まれた次男が相続した。 最初の妻であった第三代、ダンディ・伯爵ジョンブライの娘、レディ、キャサリンブライとの間には息子を一人設けた。二番目の妻であったレディフランセス・テンペスト・ベインとの間には三男三女を設けた。ありがとうございます。